どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はサイバーエージェントの社員さんの一日密着をさせていただこうと思います。今回は松下さんという方の一日密着なんですけども、この動画を通じてサイバーエージェントの企業理解であったりとか、実際こういう働き方をしてるんだっていうところをお伝えできたらなっていうふうに思っております。ということで今から松下さんの家に行って一日を密着していこうと思います。毎朝運動してるんですか？毎朝やってます。すごい眩しい。ちなみに今って何されてるんですか？今日やんなきゃいけないミーティングのところで、うん、事前のアジェンダを上げてます。おー、始業10時からだと思うんですけど、朝とかも仕事したりするときあるんですか？うん、リモートになっていつでもこう自分で起きた時間に仕事が始められるっていう風になって、例えば7時とか8時とか、うん、早めに起きて朝にこう溜まってるタスクをこなして、うん、まあ、夜はなるべく早く寝るみたいな生活方法に切り替わりました。いいっすね。いただきます。毎日朝ごはん食べるんですか？食べます。あ、お母さん映っても大丈夫ですか？美味しい。ひなさん、今から何されるんですか？今から朝会をします。朝会っていうのはいわゆる朝礼みたいな感じですか？あ、そうです。毎日やってるんですか？週2回です。朝会の司会なんですよね。頑張ってください。はい、僕のところに言うと、はい、以上です。ではウラジオ体操に移りたいと思います。皆さん立ってください。腕と足の運動です。例えば金曜日のテレビ体操はこの辺で、はい、では今日も一日頑張っていきましょう。よろしくお願いします。なんで体操してたんですか？まずはみんなで一緒に体操するっていうのが一つのこう盛り上がる施策になるんじゃないかなっていうのと、外に出る機会が減ってるので体を動かせていい機会になるんじゃないかなっていうところで体操を入れてます。あ、じゃあひなさんが立案者っていうことですか？そうです、やっていいですかってやってみました。今からズームミーティングをされると思うんですけど、どなたとされるんですか？私の一個下のトーマくんという後輩とミーティングします。ミーティングの様子は映せないと思うので、僕らの方からトーマさんに何個か普段のひなさんについてお聞きできたらなって思います。はい、普段ひなさんってどういう方なんですか？太陽みたいな。結構なんか組織をすごい明るくしてくれる先輩ですね。普段一緒に仕事してて、あ、ここいいなって思うところとかってありますか？営業としてはやっぱり顧客とのコミュニケーションちゃんと取れてて、常にその組織の中でもトップレベルの成績残してるところがまずすごいなっていうふうに思っていて、先輩社員としてっていうところで言うと、組織活性化とかすごい精力的に活動されてるのですごいなっていうふうに思ってます。逆にここを直してほしいなとかってありますか？たまに酔っ払った時とかに自分がめちゃめちゃ話したいことを話して真剣な話になったら寝ちゃうっていう時がそこだけですか？そこだけちょっと直していただいて。はい。それは確かにうざいな、酔っ払っただけで。ひなさんとのご関係はどういったところですか？妹です。普段ひなさんどういう人ですか？めっちゃ仕事大好きって感じの人間だなって思います。ひなさんのいいところとかってありますか？何でも相談乗ってくれるところ。うん、逆にここ直してほしいなとかってありますか？仕事以外は本当に何もできないから。お母さんも言ってた。身の回りのこととかももっとちゃんとしてほしいし、大丈夫かなって思う。妹さんが作ってくださいました。ありがとうございます。お姉ちゃん、おはようございます。おはよう。じゃあいただきます。めっちゃ美味しいですね、これ。美味しいでしょ。幸せってこういうことなんでしょうね。これから何されるんですか？これからは若手で組織課題について話し合うミーティングをします、お疲れ様です。状態なんだろう、その。確かに、ワークへの満足度は高そうでしたもんね。ひなさんの上司のまいさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。普段どういった方ですか、ひなさんは？明るくて可愛い、あと人思い、あと真面目。どういったところが明るいなって思いますか？
コントラストのクリスマスとか、いきなりクリスマスのカラーの服を着てきて、ハッピーメリークリスマスみたいな感じで会社に来たりとか。ここ直してほしいなっていうポイントありますか？良くも悪くも騙されやすいかもって言われてますけど、どうですか？本当にその通りです。全てをお見通しだなっていう感じですね、マリさんは。いつもセンター街の中を歩いて出勤してます。ちなみになんですけど、ひなさんって今サイバーエージェントで何をやられてるんですか？私は今株式会社アジャという子会社で、海外のシンガポールのお客さんだったり、国内のお客さんの営業を担当しております。これから何されるんですか？今からクライアントのアポがあります。簡単に言うとどういったことされるんですか？今日は担当者は別に私のクライアント引き継ぐので、そこをご紹介させていただくっていうのがメインです。今から何されるんですか？今から社内ミーティング2本なんですけど、1個目は会社的にも自分的にもかなり大きなクライアントの提案についてディスカッションするのと、次のミーティングは私の営業の目標についてのディスカッションのミーティングになってますけど、このまま行きますね。お疲れ様です。じゃあ早速お願いします。今月中に最終ジャッジがあるんですけど。これから何されるんですか？今から内定者のこの弟子入りの成果発表会をします。弟子入りって簡単に説明してもらってもいいですか？配属希望を取るときに事業部に実際に入っていて、職業体験みたいなのをするようなものになっていて、実際にその事業部に入ったらどういった仕事ができるのかとか、みんながどういった働き方をしているのかといったところを知りながら、最終の配属希望に生かしてもらうような形になっています。頑張って。このお時間にお伝えいただいてありがとうございます。お疲れ様。いかがでしたか？どうやって内定者の方と密に関われるかっていうところを試行錯誤しながらやっていたんですけど、メッセグループを作ったりと、いろいろ工夫できたのが良かったのかなとは思っています。16階に移動してきたんですけど、ここって普段どういう用途で使うんですか？ミーティングがあるときに使います。結構今ズームでミーティングとかもあるので、毎回っていう感じじゃないんですけど、お客さんが見えたときとか、ここでミーティングしたりもします。アベマのウォーターがありますここでミーティングのときはお客さんの分もお水を取って、部屋に向かいます。番号が振られてて、どこの番号で部屋を取ったかっていうのをまず確認して見てみます。うちのロゴですね。かっこいいな。もう夜夜景綺麗なんですよ。本当だ。ここはミーティングのスペースみたいな感じで、ここでもミーティングができます。あ、ここでこの間インタビューしました。僕シニアR25で。確かに撮影の時ここ使ったりしてる。一番の仕事のやりがいって何ですか？たくさん挑戦させていただけることです。毎日壁にぶつかって悩んだりすることがあるんですけど、その後に得られる成長といったところにかなり達成感とやりがいを感じているためです。自分で責任を持ってプロジェクトを回すっていうのも、今ひなさん2年目だと思うんですけど、結構あるんですか？2年目だとまだ他の企業では新人として扱われることが多いかなと思うんですけど、そのアジャというチームでは2年目はもうすでに1人前というふうに扱っていただけて、責任感のある仕事を任せていただけてるなっていうことと同時に、自分が実力として足りてないところをどんどん埋めていかなきゃというところで日々走っています。いいですね。輝いてます、めっちゃ。ひなさんが考えるサイバーエージェントの魅力って何ですか？人です。全力で人だったり若手の成長に向き合ってくださるっていう、人に対する向き合い方がまず素敵だなっていうところは一点と、あとは上下関係を気にせず普段の仕事に進められるっていう意味でも、風通しの良い環境があるっていうところが素敵だなと思います。
今日密着させていただいて上司の方とか後輩の方と話してるのもどちらもフラットだし、ヒダさんが特別っていうよりは会社全体としてそういう風土があるっていうのはすごく実感しました。そうですうん、ひなさんが仕事で大切にしてることとかって聞いてもいいですか？はい、私がいる意義は何かっていうところを考えて行動することです。アジャに対してちゃんと価値貢献ができているのかっていうところを考えていて、ここは私勝てるなっていうポイントを何かしら見つけるようにして、自分がそこで価値を発揮できるようにいつも試行錯誤して仕事してます。うん、ひなさんお疲れ様でした。仕事まだちょっとだけ残ってるって感じですか？そうですね、ちょっとまだやらなきゃいけないことあるので、うんうん、朝から今日密着させていただいたんですけど忙しいなと思いました。いやいやいや、全然もう皆さん忙しい方ばかりだと思うので、まあでもなんか楽しそうに仕事してるのは本当に表情であったりとか打ち合わせの様子とかからすごい伝わって、うん、あ、サイバーいい会社だなって、いや、ひなさんいい人だなって思いました。いやでも本当にうちの会社もう素敵な人が多すぎて本当に素敵な環境で働かせていただいてるなと毎日思ってます。おー、ありがとうございます。じゃあまた来年ぐらいに密着させていただけたらなっていうふうに思います。はいということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ頑張ってください。頑張ります。お疲れ様です。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。